火を起こせましたら、こちらのミニ炬火台、こちら、総合開会式の日には4倍の大きさの炬火台に栃木県の火が灯されるんですが、今日は、ミニ炬火台の方にプルダーラフの火を最後灯せるように皆さんで火を起こしていきたいと思います。では早速なんですが、前切り式の火起こし器、やったことある方いらっしゃいますか？今の時代ゼロから火を起こすなんてなかなかないことなので、ぜひ今日皆さん経験としてやっていただければと思います。でやり方なんですが、やりやすい方法としては2人1組になっていただくのが早く起こせるコツかなと思います。こちら板とこちら火起こし器なんですが、栃木県産の木材を使った手作りの前切り式の火起こし器になります。ヒノキと杉と、あとこちらも杉板になります。木と木をこすり合わせて火種を作ります。こちらもぐさという、草なんですが、でこちらが麻布です。麻布を下に敷いていただいて、このくぼみがあるんですが、そこの三角の割れ目のところにこのもぐさを入れます。でこちらが麻ひもをほどいたもので、こちらへ火種を落とすと火がつきやすくなりますので先に敷いときます。形を作っていただいて、回します。煙出てるの分かりますか？煙出てる。こんな形で、気合と根性で数分やっていただくと火種ができてくると思います。で、まあ、こんな形で焦げてるんですが、まだまだここからが勝負で、もぐさの方からも少し煙が出てくるように見えるようになってくると火種ができている証拠になりますので、途中で諦めずに頑張っていただけるといいかなと思います。そして一人でやるとかなり今日熱中症になってしまうかもしれませんので、二人ペアになっていただいて交換交換で力を合わせて火を起こしていただければと思います。最後にここでもぐさの方からも煙が出てきて、いよいよ火の赤ちゃんが出来上がってきましたら外して、息を吹きかけていただくか、缶がありまして缶をこう振り回して、酸素を送るとボッと火がつきますので、これで成功になります。なので皆さん協力し合って黒田原の火を起こしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。では早速なんですが、道具の方こちらに用意してありますので、この辺のエリアを使っていただいて火起こしの方をよろしくお願いします。